はい、こんにちは、ショウです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってくんですけども、まあ、受けループをね、ぼちぼち相変わらず使ってて、なんかいろいろね、こう試しながら使ってるところなんですけど、ちょ、これ相手パチンコドラゴンいんのどうしたらいいの？倒せんくないか？パチンコドラゴン。ただね、これね、せっかく用意してきたフリージオで、なんとかいじめれたりしないかな。カバルノンを絡められるのが一番めんどくさいけど、さすがにそれには抗えない。フリージョから入るか。初手から魂の動きしてワンチャン一体を持っていくと。で、無理な S 場にはさすがに引かなきゃいけない。で、この2体でレヒレにかなり熱いから、特殊受けが別にいらなくて。そうなると、なんだかんだで無動、ブルル。いや、ブルルもいらないな。無動になるかな、必然的に。なっネットレイがめんどくさいけど、レードでドヒドでネット入れて、フリージョでレード連打するっていうルートを取ろう。ラストはミミッキュに気持ち強めな。ミミッキュに強めでもなんでもねえな。だからパチンコドラゴンにかといって強い駒が別に存在しないから、こういう時ね、なんか地面タイプだけでも持ってる駒がいるといいんだけど、それもいないからな。致し方なしか。S 場から来た。サイコあると困っちゃうけど、それはそもそも、もう仕方ないからね。フリージョなんかさっきね、そう、使おうと思って、適当に、まあ、え抜けの 5V だったら何でもいいから、で夢特性とかもないから、別に、すぐ出るだろうと思って、なんか不可厳選してたら、偶然色違いが出たんでね、使ってます。たまに色違いって出て、嬉しい気持ちにさせてくれるよね。こうもう1年ぐらいずっとさ、いろんなポケモンぼちぼち孵化してやってたら、まあ何体かは、こう運よくね、色が出ることもあったりして、嬉しいんですけども、玉？あー、急所か。玉じゃない多分。ここ、カバルドン出てくんのめんどくさいけど、まあパチンコドラゴンだったとしても何かしら、引きたい。引いて、ネット引けば、やけど引けばまあまだワンチャンある。ナットはいいんじゃね？ナットのさ、ジャイロさ、ネットで焼いとけばさ、フリージョでなんとかなんないか？ダメ消、それはダメ消してないんだけど。いや、さすがに死にそうだな。フリージョ早いからな。いくらなんでも無理がある気がする。フリージョ、ジャイロも、なんか焼けててもなんか死ぬっぽいんだけどな。焼けてても死ぬんだけど。どうしようもなくないか？とりあえずでもこう引かせるしかないな。レード1回は打てるから。プレス。フリージョ引き読みかな？で、上からレード打たれるルートが多分めんどくさいと思って、こういう動きしてそうだけど。で、プレスあるってことは鉄壁もありそうだから、ここで積んじゃいそうだけどね。ジャイロ切ってたりすると美味しいけど。まあでも俺は TOD の達人になろう。頑張って。オッケー、焼く。まあこれ、別にネット打ち続けるから、いつか絶対焼くし。そんな別に慌てるものでもないんだけどね。ここが悩ましくて、どうするのがいいかな。まあ、宿り切れんだも割と面倒だし。これはフリージョが、フリージョね、上からね、霧で、なんか能力アップリセットしたり、あとその氷タイプだから、無理やりね、上からダイマックスだぜ、相手を倒すっていう、なんかガブリアス倒したりしないかなと思ってね、用意してきたんですけど、タスキ、それでタスキなんですよね。で、なんか、レボルトとかに別に弱くないのと、レヒレにも上からね、霧を押せて、フリーズドライと、レードでいじめれるから、まあ、運ゲーになるっちゃなるけどね。昔は合流系でよく使われてましたね。よくって方でもないけど、稀に使われてましたよね。まあ、無動引くか。で、おとなしく、鉄壁プレスかな。で、ネットで焼いた後だから、フリージをめっちゃこっち投げたいターンだから、なんかプレスとか打ってきそう。あー、普通に鉄壁がある。鉄壁プレス、宿り木、アット1、さすがにジャイロだよな、ミミッキ考えると。ここの急所待つ祭りをやっても別に仕方ないでしょ。
このハットレイがめんどくさすぎるな、いくらなんでもな。フリージョ光の粉身代わりとかにするか。どうしよう、めんどくさくなってきちゃった。でしかもやけどダメージ、まあ残飯はこれで潰せてることになってんのは悪くないんだけど、切りをして、あーまあ無道で一回一応ステロマイってもよかったっちゃよかったな。エスバとか出てくること考えると。引いた、きたー、きちゃー、パチンコドラゴンきちゃー。あーどうしよう、パッチラゴンのことを考慮してないけどな、さすがに。でこっちの裏全部見られてて、あーまあまあ到着から入るか。普通に一番無理なポケモンなんだけど。いやでもダイマ使ったでしょ、ナットにジオでレード当てる前提だったらここしのいで切り返してドヒドだけ大事に行けばワンチャンありそうじゃない？フリージョで全部掴むわ。パチンコドラゴン。でもこういうのにね、立ち回り次第でワンチャン上から殴れる、あれを作れるとかが良かったりはするんだけどね。第3だ。で、ドヒドイデが死ぬと S バレ積むから、ドヒドイデは残さなきゃいけないから、フリージョで頑張りたい。ナットにレードを割っている必要がさすがにありそう。タマパチンコドラゴン、うん、ジェット絡めてくるんかな。ただそれでもタスキで一回無理やり動けるから、まあ悪くはない。引いてくれるんだったら上から潰せるようになるね。ちなみになんだけど、フリーズドライでさ、上から行けたりしないですか？フリーズドライで削れてればまあワンチャンか。シーフってないんだよね、ほとんど。ダイマックス切ればいけるけど、レード打てなくなるのが後で困るでしょ。プレスで削っておきたい。第3打、オッケー。これでパチンコドラゴン速くなってないから、ここは上から処理が効くね。フリージョ投げて、早くて霧がね、上から打って積み降りできるっての結構僕は気に入ってたんだけど、チビになって、で多分釣りに行く必要があるかな、ナットに対して。ここまあフリドラでワンチャンこれでいけてくれると美味しいんだけど、ナット引きのタイミングだと釣ればなんとかなる。頑張れる頑張れる。結局魂の立ち回りダメージ計算してる時からね、さすがにその、これを合わせればとかっていう条件が結構多かったから、魂のポケモンだなとは思ってたんだけど、耐えちゃう。避けて。ふっ！避けないけど、まだあって、まだ可能性があって、パチンコドラゴンは倒れる。まあまあまあ、でも、タスキはなんか役に立った雰囲気はある。で、ここ相手、エスバでしょ？ナットなの？行くぜ。うっ！決めろ！行け！うっ！よっしゃー！勝った。もらった。今日一日分のエネルギー全部使いました、今ので。僕が相手だったらこれめっちゃ怒るよ。こんなんされたら。はい。エース番。思念があるかないかだけど。まあ、降参かな。エースバレダイマ切ってないし。オッケー。ジジイ。もう一戦いきます。
はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。ちょ、これフリージョンもめちゃくちゃさ出したいけど、なんか出せないけど、これね、サンダーとヤドキング受けにバンギかな。さすがにバンギで、いやてかカバルドンがマジできつい。もう一生カバルドンきついから、やっぱブルーマークピクシーにしたいな。ピクシーにしたいな。でジオデレヒレ見ればいいか。ピクシーにするか今度から。まあそれはちょ、今言ってもしゃあないから、とりあえずバンギ確定の無動も確定かな。ドリューが無理で、でギャラが肩次第でめっちゃ地獄になるから、いやージオとウーラオスの番、いやでもフリージョ出したいんだけどな。出すか、出したいから出すっていう理由でいいか。カバルドンさえ多分ダイアイスで殺せないから、レードを打とう。で、ヤドキングもね、バンギにヘドバック入れてドグらせてから引いていくだけでね、ヤドキングが無理になるから、フリージョで積極的に絶対レードの、あれを引きに行こう。フリージョは絶対レード生まれて、打つために生まれてきたポケモンだから、絶対レード打ちましょう。ドリューズ。あー、ここ剣舞からさ、雪崩で終わるんだよなー。霧から入りてーけど、でもレードぶっ破してくることとか考えたらさ、ここ、剣舞しかないんだよな。でもドリューズがやることって剣舞以外に存在しないから、あー、まあステロ巻きとかはワンチャンあんのか。いやー、カバルドンいてドリューズでステロ巻くってありえないでしょ。そんな話が通るわけないからね。剣舞でしょ。剣舞以外だったら逆に何でもいいよ。剣舞だよね。ちなみに、ここ、岩なだれ以外だと何でもいいんですけど、岩なだれしか飛んでこない上に 27% 当たり前のにみんな、あー、優しい方だったけど、命中数次第では大変なことになる。オッケー。しかも、弾。鉄壁も入ったから、まあ、裏に通る行動をしたいけど、羽でいいかな。羽でいいよな、これ。削っていけるの多分こっちだよ。ステロも巻きたいけど、相手これ引くしかなくて。で、ドリューズに対してはまだ受け出し効かないとさすがに話になんないから。いやー、マジでボルチェンやめろ。ガチでボルチェンやめろ。たらサンダーは場合によっては最後、ジオで貫いてやるからな。待ってろ。ねえ、ドリューが砂かきだった。だから、まあ、砂さえなければ基本的にジオで全員上から叩き潰せるからね。絶対レードがね、ダイマックス技になると威力が高くて強いっていう。うわまあでもそれは偉いわ。地面タイプいてもその動き通せるからね。めちゃくちゃ偉い。おい、待って、砂ただ乗りされた。やられたわ。しかもウーラオスなんだけどな。しかもなおかつここでウーラオスなんだけど、砂は4ターンも残ってる。えらいね、ちゃんとインファ打ってきて。ハチマキ前提でいきたい。ここさえレードで処理できれば勝ち。ガチガチ勝ち。これはまた当てるよ。マジで当てるからね。お前これ当てなかったら、お前選出してる意味ねえんだよ。いけ、当てろ。ダイマックス切ってくる。ダイマックス切ってくるかな。いや、切るんだったら、ふっ、オッケー、よっしゃー、来た来た来た。切るんだったらサンダーがドリューなんだよね。オッケー。で、相手ここドリューからしか入れないでしょ。いける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 。まだあるぞ。で、ドリューはダイマックス切んない限りは、フィールド展開できないでしょ。あ、フィールドじゃない、砂を。だから、こ
こ釣られんのちょっとうざいけど、なんか釣られたとしても裏から出てくるものが確定するから、ヒットポイントが満タンでさえあれば一回無理に突っ込んでもいいんだよな、無道。最悪。剣ブーン。これはあるぞ、マジで。もう、これやるためにだいぶ負けてきたからね。よかった、もうだけ。それもやだね。そんな入んの？嘘だろ？強すぎんだろ、どう考えても、お前。ふざけんなよ。マジで。3、いやーでもね、トンボしか入ってないんだよな、どう考えても。お、跳ね。で、3打引き。あ、引いてない？え、全然あるんだけど。それだったら。そうだったらこっちの方が有利になるよ。悪いけど。まあ、ボンナミここで使っちゃうから、後でダイマックスがまずいけど。オッケー、ヒットポイント満タンはとりあえず確保できた。いや、だったらここプレス打ちたかったな。ドリューズ削っちゃえば別に、ジオで勝ちなんだよな、こっち。まあ、ステロ巻くか。引いて。いや、ここでもこっち、一回は強気に動けるとこだからね。で、打ってくんのトンボ返りだから。いやー、ジオ読むんだったら。いやー、でもここで相手ダイマ使うんだったらさ、ジオで全部貫けない？最終的に。だから、ここ強い技打つ方がいいと思うんだよな。跳ね。いや、弱かった僕が。まだプレス打ってる方が100倍マシだった。てかプレスでよかったな。プレス押さなかったのは浅いな。まだあって、ここフリー城に引くでしょ。まだある。で、放電、トンボ返り、さすがにね、こいつね、熱風を入れる枠はないんだよね、いくらなんでも。だから地を引いて、ここトンボだったらガチうまい。オッケー。まだなんとかなってる。まひんなよ、お前。オッケー。ドリューズをどうやって殺すかなんだけど、ここのレイドに安易に頼るのはあまりにもって感じだな。かといってダイアイスを切る。いっちゃえよ、マジで。わかんなかったら3割にかけるんだ、お前。ふっ！ OK！ はぁ、なんとかなってる。めっちゃなんとかなってる。で、ここの、レイド相手どうすんだろうな。ダイロックとか打つんかな。最後、たら、剣舞。剣舞がある。いや、ここ剣舞だったら、ダイアイス打ちたい。で、剣舞じゃないんだったら、ジオは捨てたい。いや、見てから、ダイマでいいなぁ。いや、ただ、無道にダイマ切っても変わんないでしょ？突っ込むべきだと思うんだよね。オッケー、相手切ってない。いけ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 。で、アイヘとかだったら死ぬけど、かなり削れるのと、剣舞をしない限りは無道は殺されなくて、剣舞してるんだったら、アイスアイスで破壊します。ダイマックスか。まあ、それはいいや。それはいいや、まだ。タスキ再生で、粘って、でもまあロック打たれるんだったらみたいなとこあるし、ドリューズにどんぐらい入るんかな。ただヒットミント結構残って、まあプレス圏内まで削ってくれれば十分かな、正直。これはプレス圏内か、怪しい。ただ玉舐めかさめば多分圏内とかなんじゃない。スチル打ってくるんだったらしょうがない。さすがにプレスで死なないから相手。
だね、無道がまひるかまひんないか次第にはなってくるけど、とはいえ、ドリュー剣舞できてないから、それはいいんだよ、全然。たまあられ、いや、ここ相手多分プレス読みでスチル押すしかないでしょ。ロックとか押すんかな。まあでももう動くしかないからね。こっちは無道で。じゃあ放電でまひってさえいなければ、ああ、ロックか。だったらプレスで勝ってたけど、そもそもまひるかどうかの話で、ただ一発勝負で一回で通るんだったら通る方選んだ方がいいからね。確率的には。回数稼ぐ方がきつくなっていくから。おー、ごめんごめん。しょうがないしょうがない。レード2回当ててるから、文句、なんも文句言えないわ。むしろこれでもまだ僕、運いいのに負けた雑魚みたいに、運いいのに負けた雑魚です。お疲れ様でした。また、次回お会いしましょう。GG。